お待たせ、どうぞ。今回は梅サワーを作ってみよう。さあ、和歌山の親友から、届けられた梅がこちらです。今日のね、10時ぐらいに届きました。とこれは、青い梅は古城という品種です。梅酒や梅ジュースに向いています。梅干しは、南高梅です。どちらも和歌山県産の品種ですって書いてますね。青い梅 と、中に多分下の方に、南高梅が入っているのかな。全国の梅の、生産の、約6割が和歌山って言われるぐらい、和歌山は梅で有名です。みかんでも有名ですけどね、梅でも有名です。こんなにたくさんですね。ちょっとどれぐらい入ってるか測ってみましょう。綺麗ですね。綺麗に洗ってくれてますね。さすがに。もちろんこれね、多分商品になる梅を送ってくれたんだと思います。すごく綺麗ですね。ナダール、よいしょ。ここにねローズがいますよ。4キロと4キロと600グラム。すごいたくさんある。そしてここに、すごい、めっちゃ綺麗な梅干し、南高梅ですね。梅干し、このように梅を洗っていきます。そして洗いながら、この親指のこの腹でですね、ヘタが取れそうだったらヘタを取っていきます。取れなかったら爪楊枝で切って取ります。簡単に取れます。一つ一つ丁寧に洗っていきますね。これで1キロですね。洗い終わってヘタも、同時に取り終わりました。では今度は、水気を切ってジップロックに入れていきます。一つ一つ丁寧に水気を切っていきます。でこれで、全て拭き終わりました。こんな感じで、梅干し1キロだとこの、L サイズですね。この L サイズの袋にちょうどこんな感じになり入ります。そしてこれを、冷凍します。それでは梅サワーを作ってみたいと思います。用意するものは、こちらは4リッター瓶、それに昨日ですね、24時間、冷凍しておいた、梅、これは1キロです。そして同じ1キロの氷砂糖です。で、梅サワーですので、お酢を使います。これリンゴ酢とかね、いろんなお酢があるんですけれども、標準的な穀物酢を使います。これは 1.8 リッターです。 1.8 リッター。さあこれで、つけてみます。この瓶はあらかじめアルコールで消毒しています。
では綺麗に洗いました。で梅と氷砂糖1キロずつですね。梅1キロ、氷砂糖1キロを入れました。これに1.8リッターですね。これを入れていきます。このね、お酢の代わりに、お酒のリカーを入れると、梅酒ができます。僕はアルコールを飲まないので、梅サワーですね。夏バテ防止にもなりますし、免疫力アップにもなりますね。これからの暑い時期にちょうどいいかと思います。ちょうどですね、この4リッター瓶でちょうどです。ここまで入りましたね。いい感じです。そしたら蓋をして、あれ、よいしょ、これでおしまいです。で、あと、これを冷暗所に置いて、冷凍した梅を使うと2週間ぐらいでできるそうです。冷凍しなかったら1月ぐらいかかるそうです。じゃあ仕上がりました。